去年ってこれまっちゃんとやったやつ、まっちゃんやそうです藤原選手だけちょっとミルクティーベージュのやつね。あそう名言今年は何からの、今年はまだ来てないから帽子で隠してんな、ね、一応大阪通りを期待してるんで一番六球団の中でおい去年もや去年もそうやってせーのパリーグファンズミートアップ安田久典です、ポジションは内野手やってます。自分の得意なプレーはランニングスローです。よろしくお願いします。山口浩輝です。ポジションは外野やってます。得意なプレーはフライを取ることです。ほんまによろしくお願いします。めっちゃむずいやんこれ。全然もうむずいとかあんの最後のね。藤原恭太です。ポジションは外野手です。得意なプレーは送球です。よろしくお願いします。一番中途半端な、まあ、一番三段ボケやったけど、三段落ちやったけど3人はどういった関係、まあ、同級生です。同級生誰が同級生だろうどう考えても1個上やろ俺が。あ、まあ、同級生みたいな、ね、同級生みたいなもんですね、うん、確かにみんな友達みたいな、まあ、僕が言うのも変な話ですまあこんな感じでやってます。はい、はい、そうですね。みんな僕と京都はもう地元近いし、グッさんもまあ近くはない、近くはない、ね、からいつもこんな感じですよもうおとなしいんで、もうめっちゃ真面目です。そんなことないですよ、マジでいつもおちゃらけてるっす。でも計算は早いです。計算は早くない？そうっす、数学だけ得意です。そんなとこない、数学だけね。計算だけ得意ですね。計算は早い。確かに、なんで？わかんないっす、なんか昔からなんかでも左利きは算数得意みたいな聞いたよ。そんなんの？そうなんらしい。へぇ、もう基本2人舐めてるんですけど、僕のこと。でもまだ京太の方が僕のこと先輩としてちゃんと扱ってる。山口はもう完全に僕のこと舐めてるっす、うん、たまにお前とか言う話のない LINE とかで京太とかはヤス、今日何してるとか来るっす。さんはもうほんま普通に舐めてるっすなんかね、普通に舐めてる時があるっす。なんやろな、難しいけどもう感じるっす。あ、こいつ舐めてんなっていうのが。いや、もう入ってきた時からかもしれないです、ね、それは嘘やろ。2年目ぐらいからもうこいつ慣れだしたら、ちょっともうちょっとこう入りが失敗したかもしれないですね、僕の、まあ、僕の責任でもあるっす、それは。もうちょっと強くいくべきだった。安田さんが上に接する態度がまあそういう態度なんで。そんなことないよ。安田さんを見習ってこうなってしまったんで、多分安田さん何も言えないです。そんなことない。いやいや、僕はもうもちろん先輩というか、まあ、人としてみんなこと敬ってるっていうか、やっぱリスペクトが一番大事な人間関係としてまあそういうところもうちょっと教えてあげたいなっていうのを思います、この二人には。はい、誰が言ってんの。和田さんとかにそんな感じですからね。まあ確かに友達かのように話すじゃん。でほらそれほら何も言われへん、もう和田さん、でも俺和田さんっていうかちゃんと。俺安田さん、和田さん今日何してるって俺聞いた。俺安とか言えへんぐっさん、すぐ顔に出るんですよ、ほんまに。あ、機嫌悪いなとかすぐ分かるタイプなんで、今機嫌いいっす、すごいこう、テンションが。ここで機嫌悪いってやばいすごいこう楽しそうに話してるんで、可愛いなと思って見てます。まあ、たまにトイプードルみたいな髪型してくるんですよ、こいつ一回だけな、たまに一回だけな、なんやろ、可愛い。2、3年前ぐらいのトリミングした方がいいんちゃうっていうような髪型してくる一回だけな、可愛いですね、そういうところ一回だけで。たまには尊敬するところぐらい言ってけよ、お前。可愛いところ尊敬するところ、尊敬するところ、ちゃう可愛いところじゃない。可愛いところはなんかパーマ当てて、よくあのインスタとかに出てくるやつ、かわいいな。あ、本当っすか。あれよく流れてくるんで、うん、また行ったんか、かわいいな。そうそうそう、はい、かわいいなと思って見てます、あれいつも。尊敬するとこ、アピールしていくからね。尊敬するとこか、なんやろな。パッと出てこい、そういうのも。3、2、1、はいぐらいです。ちょっとそんなすぐに出てけへんからまあこの最後の方までちょっと、はい、考えておきます。出てないやけ結局1個も京太はもう本当にぶっ飛んでるっす、マジで。この通り、この通り、分からんないいや、そうなんですよ、こいつ猫かぶるんですよ、すぐに。ねえ、猫かぶって、なんかちょっと可愛いこぶるんですけど、一番ぶっ飛んでるっす、この3人ぐらいやったら。真面目っす、僕は。一番ぶっ飛んでるのは藤原京太、まあ、一番持ってるのは間違いなく京太ですね、うん、この中で。
や勝負にならない。勝負にならないです立ち向かおうとも思わへんよな、まあ、ギャップが素敵といえば素敵ですね。可愛い可愛いところが多いです。京太と話してても話噛み合わんときはよくあるっすいや全然っす、まあ、宇宙人ですね。だいぶだいぶ宇宙人あもう一個あるっす。めちゃくちゃ腕相撲強いっす京太。びっくりするぐらい強いよな。でも球勝ったことないもん、うん、チームで一番強いっす。多分日本人の、うん、いや多分ポランコにも勝てると思うんですえマジ勝てるよ。マジで強いマジで強い。ビクともせへんっす。じゃあもうこの、うん、これでやられる、うん、スタートのもうバンってやられる。やりたくないもん。怪我しそうだもん、ね、危ない危ない。ケツっすか。もうなんか昔から強かったっす。遺伝遺伝っす。親父にめっちゃ強くて遺伝っす。でも室伏さんに今年オフ腕相撲挑んでもうビクともしなかったっす、ええ、ワンチャンあるかなって。石垣でもやってないビクともせん。いや50歳って聞いたから、いやワンチャンあるかもしれないなこれと思ったらビクともしなかった。へえ。やばかったっす。山でさすがに多分2割ぐらいで負けたっすいやもう多分勝てないっす。あれどんだけ鍛えても次元違ったっすはい。尊敬するところはなんかまあ結構ヤスはいじられキャラなんですけどまあそうやな。それはまあみんなからちょっとバーって言われるんですけど、うん、野球に対しても、うん、なんやかんやシーズン終わってみたらまあ結果を残してるっていういじられて待って どの目線から来てんのよお前なんかみんなにいじられるような成績じゃないのにいやいやなんかいじられるみたいなキャラなんか悪くない、まあまあ、同級生から見てどうだ藤原京太。いや最初はやっぱりみんな思ってるようにやっぱ クールでなんか賢そうなイメージもあったからそうなんかなと思ったらまあそんなこともなかったですまあ、ご飯とかはそうやって行くことはないかもしれないですけど、まあ、普通に喋ることは全然普通に喋るので僕は仲いいと思ってます京太はどう思ってるか分からへん一番気まずいやんそれでも京太とさグッズさんが2人で飯行ってるイメージあんまないな。飯行けへんな、うん、あんま性格結構違う2人、うん、だいぶこう見えて意外と真面目って言ったら、まあ、京太は真面目ですけどなんかしっかりもしてないけどな。誰が俺、うん、はい、意外となんか慎重派っすね。グッさん意外と京太はマジ積極的っす。積極何を全てにおいて。そうかな。野球もやし、まあ確かに、まあ、いろんな意味で性格的にね、うん、性格的に真反対じゃない。確かにそれはあるかもしれないっす。あの考えてることすぐ分かるっすけどグッさんとかはもうその何も喋らなくても京都は何考えてるか分からんときは結構あるです。安田のことどうやっていじったのかな正解正解。グッサン、はい、グッサン可愛いよ。やっぱ可愛いところ可愛い。何で可愛い。グッサン可愛い。まあ優しいですね見た目通り。顔が可愛い試合中はなんかたまに怒ってますなんかアウトなって怒ってるような怒ってるときはありますね。すぐ分かるような怒ってるとき、うん、大事。え？そういう常にやっぱ楽しくないやん。ハングリーな精神で。そう。うん。確かに。そういう時も必要よ。確かに。やっぱり怒るやん。だから全然怒るやん。僕は話しかけては無視するんですよこいつ。試合中。あ、待て逆もあるっすから。試合中こいつね無視してくるんですよ僕のこと。はい。安田さんの悪いところ一つ言います。あの聞こえてるのにすぐ無視する。よくあるんですよ。都合のええ話だけすぐ安田ってなったらパッて振り向くのに都合悪かったもん。聞いてない。いやスルースキルってやつですかね。やっぱりそれ大事。社会生きていく上でじゃあ俺も大事じゃあ俺も大事なんじゃない。じゃあ大事じゃん。確かにそうですね。まあそれは今後じゃあそういうとこ見習っていきます、うん、そうやな、はい、いい意味で変人なんですよ京太。チームで一番の変人。確かに、まあ、それは悪いやつじゃない、まあ、なんかいい意味で変わってるまあまあまあ確かにね。いい意味で変わってる。あと誰やろな。まあ確かに、まあ、いい意味で変わってるっていうか朗希もいい意味で変わってるよねやっぱ、うん。そんなん言い出したらみんなそうなんじゃない、うん、それが個性なんじゃない、まあ、なんかいきなり深いこと言うな、お前じゃない哲学的な。だって、いい意味で変人って言って、まあ、そんなん言い出したらみんなそうなるやん。もう一番の変人は京太かな。え誰じゃん、京太からベイさんとかじゃん。あー、ベイさんも変人やわ、確かに僕、高部さんですね。高部さん、確かに、まあ、
ベイさんもそういうとこ。ベイさんやばいっすよマジで。だって僕から見てちょっとやばいなって。朝起きて一発でフルスクワットやってるっすもんね。マジでノーアップで。ノーアップでウエイトしてるの。ノーアップでフルスイングとかしてるし。膝怪我してないんだから。だからキャンプとかもな、もう行ったらもう売ってるもんな。売ってる確かに全力で。コロナ期間とかやばかったっすよね。大丈夫かなってぐらい。コロナ期間深夜の4時ぐらい、3時とか4時に素振りしてた人いるから。そうそう。寮でそのなんか隔離期間みたいな。深夜の3時になんかうるさいなと思ったら屋上でバッティングしてんすよ。体がすげえなと思う。アップしてるとかあんま見たことない、ね、マジで見たことない。いきなり動き始めるからすげえな。すごい。今はもうそろそろ違うわテーマ行きたいなって顔してる。次行きましょう。もう飽きたな、はい、飽きてます、ね、分かりやすいでしょ。やっぱ僕もでも車っすね。自分の自分の自分のことチームメイトじゃなくて京都の車。自分の面白いエピソード。京都も、京都もね、なんか面白い。確かに常にね、うん、面白いことが起きてる、うん、京都のエピソード。そんな可愛いのないような、ね、居酒屋って話なんですけど、これ破天荒なんですよ、こいつマジで、うん、本当に勝負師な感覚持ってるんで、こいつ。確かに、いや思い切りがすごいです、マジで。この怖さがない、いつまでも若いなって感じの性格は。もうフレンドリーっすね。僕はずっといじられてるっすね。はい。でも吉井さんが一番僕いじられてるかもしれないですね。はい。毎回試合出てないと、あ、ヤス、今日補欠かって毎回言われるっす。絶対してない。誰でも安田さんそんな感じやもんな。うん、まあでもすごいフレンドリーで。はい、それが特徴やろな、安田さんの話か、うん。めちゃくちゃフレンドリーで、なんかあんまり縛りはないんで、なんか。まあ、やりやすいというか、やりたいようにやらせてくれるいい監督です。そんなブチギレとかない。いや直接はないな、ね、怒ってんなって感じるときはもちろんあるんですけど、まあ、1回ぐらいじゃ、うん、3回のピッチャーゴロぐらいじゃ。そうなの、ね、まあセーフになってさ、誰に聞いても現役時代は怖かったっていう、うん、あ、そうなの、ね、うん、そういう一面はそうっすね。1回しか見たことないっす。俺も1回だけしかないんだ。なんかあったらいじられるやつやん、これ。安田の魅力？どここれ？勝負強いとこですね。やっぱりそうですね、あの勝負強いバッティング、やっぱ昨シーズンサヨナラ打がすごい多いイメージがあったので、やっぱここぞって場面で打ってくれるところがすごいやっぱ頼もしいなって思ってます。めっちゃ飛ばすところだと思います。そんな飛んだやつあったっけ。守備が上手いところです。5年前守備。安田さんもやっぱり鳥越さんに鍛えてもらった守備だと思うので、ちょっと守備が魅力って言われる。中村選手サードコンバートですけど、なんとかバッティングで上回って、守備生かした三塁をやっぱ守ってほしいなとは思います。ほらこれあったんや去年も。もう少し打撃を取って2割7分20本ゴールデングラブ確実に20本お願いします。レギュラーとして頑張っていただきたいと。履正社高校を誇ってホームラン30本で盗塁が5つぐらいお願いしたいです。安田選手はホームラン35本期待してます。ホームランを30本以上打ってほしいです。はい、今年は。そう安田選手ホームラン30本以上打ってください。子供に言われる打撃を頑張ってって言われるほど胸にくるものはないですね。はい、頑張りたいなと思います。はい、2割7分20本という現実的な目標もあったんで、まずはそれ越せるように頑張りたいなと思います。豪快なフルスイングです。一緒してフルスイングっていうか、すごい振ってるイメージっていうか、かっこいいです。とにかくいつもフルパワー、フルスイングというか、もうどんな時でも自分の姿勢を崩さないところは本当に見ててかっこいいなと思いますし、それを貫いてほしいですね。はい、フルスイング、とにかくフルスイング。中途半端なスイングはもうやめてほしい。もう日本人のロッテでは一番のパワフルなスイングがやっぱ一番魅力なので、ぜひちょっと率残しつつ、今年こそ本当に30本。じゃあグッチーは今年も変わらず期待してます。
ホームラン30本が理想というか、そうですね、とにかく率を上げてもらってホームラン量産してくれるといいクリーンアップになってくれるかなと思います。いや贅沢言わないんで2割5分25本でいいのでお願いします。山口選手は2割5分30本で今年こそ30本お願いします。長距離砲としてね頑張っていただきたいんで、まあ、山口選手は40本で、はい、お願いします。最低でもホームラン30本で100打点ぐらい。4番になってください。守備が上手くなってます。山口選手もっと打ってください。最低ライン30本100打点はまあまあハードル高いなと思う。まあ子供は素直なんで、はい、まあそういう数字をやっぱり目指していくために毎日やってるんで、まあいずれ、まあ今年もそうですけど、そういう成績を出せるように、はい、頑張っていきたいと思います。50せやな50本まずは50本、まあ、25まあまあ50本2人で50本頑張ろう頑張ろう子供たちの期待に応えてね、うん、かっこいい絶対そうかっこいいっす守備がうまいかっこいいですね、藤原はどこがかっこいいですかこっちこっちって腕あ、筋肉、血管あでも顔ここから全部かっこいいじゃん顔も全部かっこいいですね打って守れて走れてやっぱ走行手揃ってるところ万能なところがすごいいいなと思いますさすがそうですねやっぱスイングのパンチ力とかなり体力、体作りも頑張ってるって聞いたのでそこも今年は注目して見ていこうと思います。とにかくめっちゃフルスイング多分3人の中では一番フルスイングのイメージがあってもう本当にブンって感じがかっこいいと思います。あの広角に打ち明けられる人とかが増えたらもっとレギュラーとかになれるのかな、まあ、レギュラーなんですけどもっと岡選手とかに勝てるのかなと思います。優しい藤原選手今年はレギュラー取ってください。バッケンと俊足と生かしてアベレージヒッターで頑張っていただきたいです。3割は超えてほしいですね確実に、はい、大きく出るのであればやっぱあの藤原選手自身も掲げてトリプルスリーを取ってくれるのがやっぱ一番理想かなと思います。それぐらい打ってくれるとロッテも優勝にググッと近づけると思うので、いやもう本当に1年間固定して活躍してほしいです。レギュラーですねちょっと外野愛斗選手も入って熾烈な争いなので、そうですね、もう3割は当たり前に行くようなもうポテンシャルがある選手だと思っているので、もう5年以内にはトリプルスリーを目指して頑張ってほしいです。藤原選手ホームランいっぱい打ってください。頑張ります。とりあえずはい2桁打てるように頑張ります。結果かっこいい。隠しの結果を。結果も隠し。見していいけど。いやもう隠しです。控えめな性格なんで。まあキャンプ僕あの出遅れたんで、はい。なんかちょっとゆっくりなスタートになっちゃったんですけど、まあ特にバッティングっていうのは、まあ、時間を割いてやりたいことをずっとできてたので。まあ、遅れはしましたけど、まあ、いいキャンプに、はい、なったかなと思います。そのやりたいようなことが、試合でもしっかりできてきているので、まあ、そのキャンプの期間が良かったんじゃないかなと思いますね、はい、石垣島のなんかビーチサウナみたいなのを休日休みの日に美馬さんとか唐川さんに連れてってもらって、なんか120度ぐらいのテントサウナみたいなのがあって、うん、そこにプライベートビーチなんですよ。そこで入ってそのまま海に突っ込めるみたいな、すごいいいリフレッシュができたっていうか、いい経験させてもらいました。それが僕のキャンプの収穫ですね、うん、石垣島なんで。OK そうですね、もうそこでリフレッシュできたんで、もう1年間すげえな、強いな、1年間すごい、すごい体効くよ、2月のサウナやっぱり1年間すごい体マジ暑かったっす。だって赤くなったんやろ、うん、もうこの辺やけどするんちゃうかってぐらい暑いんですけど、やけどしてたんじゃない、やけどしてたそれを我慢して海に入ったら最高でした。いいな、まあ、もう海めっちゃ綺麗し、なんかすごい良かった。
僕はなんか釣りして3000の釣り竿買って釣れた釣れましたえ釣れたの、うん、何サンゴえサンゴいやいやちっちゃい魚 2匹ぐらい釣ったよ初日釣れてそこから10回ぐらい行ったんですけどそこから1回も当たりなず出ずバット振れよお前バット振れよこんな人のバッタラそれが一番面白かったかないやもう早く釣れねえかなって無心になりながら無心になりながらいや考えてねえたん考えてないやろそれいや僕石垣で初めてスッポン食ったんですよへで、なんか抵抗あったんですよ、もともとちょっと見た目もちょっとグロいじゃないですかうまくて、はいスッポン好きになりましたチモ飲んだんじゃないえ、チモ飲ん言ったあの、何お酒、何やっけ泡盛と泡盛とチーム出てそっから元気なんで、はい確かにスッポンが続いてますスッポンの元気だから1年間乗り切れます安田さんのサウナみたいなどっちが長く釣りとえ、なんてよくないっすよはい、24年シーズンは、まずは自分の個人的な成績を、1ランク2ランク上げれるように、ハイレベルな数字を残せるように頑張りたいなと思いますその中で、まあ、この3人で、チーム盛り上げて日本一になれるように頑張りたいと思いますはい、今シーズンは、まあ、安田さんも言ったように、まあ、若手の力っていうのもやっぱり必要になってくると思いますしそういう力が優勝への、はい、近道になってくると思うので、ここ3人で、まあ、なんとか頑張って、はいまあ、みんなで優勝できるように頑張っていきたいと思いますし、個人の成績としてもやっぱりホームランと打点の数で圧倒できるような、はい、数字を出せるように頑張っていきたいと思います若い選手がもっと出てきて、はい、やらないと優勝できないと思うんではい頑張るのはみんな頑張ってるんで結果残せるようにそこをやっていきたいなと思いますはい、山口君お願いします安田さん先輩なんでそこははい、24年シーズン皆さん期待してみてくださいありがとうございました面白くじゃないんいいよ手振れ手振ったわんね